こんにちは。今日は暗記を効率的にしていくために暗記したものとまだ暗記できていないものを分類するという暗記において非常に役に立つ方法をシェアしたいと思います。はい、まずなんでこれをしなきゃいけないかっていうところなんですけれども、一つ目は時間が足りないからということで、あなたはおそらくとても忙しい中、時間を見つけて TOEIC の勉強をしてらっしゃると思うんですね。なので、効率化っていうのはそういった面で非常に大事だと。二つ目の理由が、TOEIC っていうのは何度もお話しているように短期間で攻略すべきなんですね。というのも、英語は日常生活において、不必要なので、脳が不要だと判断して、何ですかね、不要だと判断するがために、努力の割にあんまり合わない、割に合わず身につかないっていうことになるので、短期間で攻略すべきだと。これら2つの理由から効率化が大事であり、だから分類すべきだという話になります。はい。じゃあ、分類するということについて話す前に、暗記に至るまでのプロセスを考えてみたいと思います。右上に載せている画像は、有名なエビングハウスの忘却曲線です。でも、このエビングハウスの忘却曲線について触れる前に、まず、1、2のプロセスについてお話ししたいと思います。暗記に至るまでのプロセスとして、まず最初に、すでに知っている情報とまだ知らない情報とが結合するっていうプロセスを踏みます。これは赤くて甘くてシャキシャキしたものがリンゴっていうのを、日本語でリンゴって言うという情報を、まだ知らない情報である APPLE の Apple っていう単語と、情報同士を結びつけるっていうのが第一段階にありますよと。今、リンゴとアップルを用いて、具体的に説明したけれども、したのですけれども、抽象的に、一個抽象だつ、あげて説明すると、知っている情報と知らない情報を、結びつけるっていうのが暗記の第一段階ですね。で、次が、脳がそれを必要か不要か判断するプロセスを得ます。過程を得ます。で、この段階で何を基準に判断するかって言ったら、それは一つはやっぱり反復ですよね。何回その情報をあなたが必要としているかっていうのを、反復回数を基準に、他にも基準はあるとは思うんですけれども、それを一つの基準に脳が、必要不必要を判断すると。で、そのうち不必要な情報は、忘却されますよねと。で、これがいわゆるエビングハウスの忘却曲線で、1日以内に復習しなかったら半分ほどの、情報を忘れちゃいますよっていう、右のグラフがよく扱われるものでありますね。で、これらの暗記のプロセスを踏まえると、暗記をする際のポイントっていうのは2つあって、1つはトリガーを増やす。つまり、暗記を、すみません。情報を思い出す際のきっかけを、増やすことが非常に有効であると。その情報の増やし方っていうのは、語源だったり、場所だったり、時間だったり、いろいろありますね。味覚だったり。で、トリガーの質を高めるっていうのは、すでに知っている、あるいは、すでに知っている中でも、もう当然な情報、当たり前な情報と結びつければ結びつけるほど、何ですかね、必要の情報に、絡んでいる、連結している情報なので思い出しやすいというふうになります。で、これらを踏まえると、
暗記をする際には、すでに暗記しているものとまだ暗記していないもの、暗記と未暗記っていうふうに分類することが、まあ、重要になるというわけですね。で、暗記をする際には何回目で暗記できたかを、まあ、チェックしておくと。一方、まあ、未暗記のものに関してはストックしておいて、まあ、直前に短期記憶でテスト、まあ、スコアを取るのが TOEIC の目標なので、ちゃちゃっと短期記憶で、まあ、乗り切ってしまおうと。で、まあ、これらをする際にポイントとして挙げられるのが、暗記に苦労したもの、つまり何回も何回も反復しなきゃ覚えられなかったものを、しっかりと、まあ、反復しなきゃいけなかったものを反復するっていう表現はちょっと変なんですけれども、暗記に苦労したものを何回も反復して当たり前のレベルに、まあ、持っていく必要があるよと。で、まあ、先ほど言ったようにトリガーを増やして、なおかつそのトリガーの質っていうものが高いものを用いるというのを意識してもらえればいいと思います。で、この、まあ、トリガーの質っていうところちょっと抽象的なので、一つ具体例出すと adopt っていう採用するっていう表現がありますけれども、スペルが似た単語で adapt っていう単語があります。でも分解してみて out と opt っていう部分に分解すると、opt っていう文字列 opt っていうのはオプションなどと、まあ、似た類似性があるっていうことが分かりますよね。で、このオプションっていうのは何ですかね、選択する系の単語っていうのが、まあ、分かるので、そこから、アドプトってのは選ぶ系なんだ、だから採用するっていう意味なんだっていうふうに連想できるわけであって、まあ、こういったオプションとか非常に馴染みのある当たり前レベルの単語まで落とし込んで暗記をさせる、連関させて暗記をすることで、まあ、質の高いトリガーが何ですかね、できるというわけになります。はい。というわけで、まあ、今日は暗記と未暗記と、まあ、分類についてにのお話をしたんですけれども、まあ、今日のところに関してわからないことがあったり、あるいはここはどうしたらいいのみたいな疑問がありましたら、ぜひともコメント機能をご活用ください。あなたの意見を取り入れて、今後のレッスンに反映させていくので、ぜひ一緒にいいレッスンを作っていきましょう。それではご視聴あり